んかった？よう出るじゃん、小太郎くん。春休みだもんね。昼から配信ありがたすぎる。こちらこそ水内さん、明日サイン会楽しみ楽しみだね。だね、もうマリちゃん、なぎめろだお。いっぱいコメント読んでもらえて幸せお昼だからね、あの人がないから。あちちゃん、今日の前髪なんか好き。嘘でしょ、どないな前髪なんですけど。エリポンじゃん、ポン、かわいい。なぎさちゃんだって。なぎさちゃんだよ、ポンポン。何してるの、なぎさ。スービーさん、りんちゃん、見る、ありがとう、夜も見てくれるって。はるなちゃん、切実になった仲間になりたい、ありがとう。トーイックの勉強しようかなと思ってた、えら。桃鉄見てました、桃鉄いいな、したい。こそ配信し始めてからスキーが加速してます。本当に、なんかさ、こそ配信始めてからさ、なんか飽きられたらどうしようってすごい思ってたね。確定層、私めっちゃバカじゃない、あさみちゃん。なんかね、あのね、なんかすごい、なんかすごい昨日ぼーっとしてて、ずっとなんかずっとなんかわかるかな、なんか生きてるのか生きてないのかわからない状態っていうか、なんかこう自分の意識がない状態で生きてて、昨日なんか疲れてたのかわかんないんだけど、でそれでなんか本当に昨日ぼーっとしてて、確定に乗って、あ、確定乗っちゃったって気づいたんだけど、2時間ぐらいの、1時間か2時間ぐらい乗って、もなんか、あ、なんかいいやって思って、ずっと、そう、それで帰ってきて3時間寝た。明日やるの楽しみ、ありがとう。アイリー、アクローさん、こんにちは。まこちゃん元気だよ。ルチャちゃん出遅れちゃった。そうだよね、遅く、ありがとう来てくれて。サイン会の名前長くできないね、楽しみだね。もう本当に見たいけど、塾、あ、そっか、夜の塾か。じゃあ今なら見れる。こんにちは、こんにちは、みゆか、ゆめかちゃん。そうだよ、仕事頑張る、えらい。ナタの話し会当たりました、ありがとう。なんかさ、なん、お昼配信見てくれた人限定になんかしたいな。なんかしてほしいことある、なぎさに。してほしいことある。枝豆食べながら見てるわ、かわいい。おちよさん、はじめまして。はじめまして。 AKB ファンと聞いてきました。大好きですよ、 AKB さん。 AKB さん大好き。好き、じゃあなんかさ、 AKB さんの話とかするとは。なた今暇、トータル14時間寝てましたわ、やばい。どない、ねえ見た、もうね、みんなの届いてなあったもね、朝から見てね。本当にあのペットちゃんの写真、ペットちゃんの写真をね送ってきてくれたりとか、あとはあの赤ちゃんの写真送ってきてくれたりとか、幸せ。今日めっちゃ暑い、暑い、今部屋着じゃない、レッスンから帰ってきて私服だけど。大阪のライブ当たった、嬉しい。マリーちゃん、串お揃いなの。ニーゼの泡カラーのやつ可愛かった、ありがとう。やみちゃん、夜までこのルームで待機しますって。真央、夜勤明けだったの。お疲れ、リボー、お疲れ様。いっぱいいっぱい寝てね。もう渚がいっぱい元気をあげるわ。渚を BGM にして寝てそれはじわ、ありがとう。ポインちゃん、今日も世界一可愛い、ありがとう。ゆくもの住人ちゃん、大阪スペイビー当たった、楽しみだね。ちょむ、お昼から見れてるしね。お昼からやって大丈夫みんな。桜の咲く音がして見たら、なた好き。じゃあ早く会いに来てね、森樹。雄大くん、夜バイトで見れないからバイトやめようかな。やめないでやめないで、飽きるわけなくない、優しいかよ。あ、黄色い信号くん、ありがとう。今日も最近リプいつも見てるよ、信号。ゆなた、もいちゃん、春休み嬉しいけど暇ね。私ね、気づいたの、ごめん、ずっとさっきから一人語りしてるんだけど、
私暇がいいなって思うんだけど、やっぱなんか暇だと暇って嫌だなって思うから、やっぱ暇なのっていいのか悪いのかよくわかんないよね。何の話？えなちゃん、そう電車乗るよ。なんかねすごいファンの方がね、なぎさちゃんも人間なんだ電車乗るんだって。でもなんか昨日はすごい恥ずかしかったのが、ごめんねずっと一人で話してるんだけど、なんかあの駅でなんかすごい不審者みたいな、私すごい不審者みたいな格好してて、髪の毛ボサボサで、なんか疲れてたから本当に髪の毛ボサボサで、なんかもう本当になんかこんな顔して歩いてたら同級生の子に会っちゃって本当に恥ずかしかったっていう話。今日顔ツヤツヤ、さっきね化粧水塗ったからかな。なぎさぼーっとするよ、よく。でもなんか久しぶりにぼーっとしてた昨日は。今日もテッカテカで嬉しい。それ褒め言葉ですか？細いシンが生きがいかわいい。仕事中だけど見ちゃってる。うん、ツインテールして、ツインテールしてあげるよ。お昼の配信を見てくれた人限定に高めツイン。でもさ本当にさ、リップだけだからさ顔面がさ薄いのにこれでツインテールされても困っちゃうよね、みんな。しかも髪の毛ストレートアイロンすらしてないっていう、本当にこのボサボサの状態で私レッスン行ってるんで。お洋服買え、ありがとう。じゃあさツインテールしよう。ゴムあるかな。ゴムないわ。ゴムがにゃーい。ママいるかな。ママがいないっていう。ちょっとママ呼ぼう。ごめん、ちょっとなんか今日昼だからなのかぼーっとしてるね私。ゴム欲しい。 AKB さんの推しメン、え、今の昔の、あ、うさまる、くまありがとう。うさまる、ラクスミもくまありがとう。ちょっと待ってね。え、じゃあさ、あ、ワンちゃん、ワンちゃんじゃない、私のワンちゃん、ハウルの動きしろね。今日だっけ。ハッチー大好きだよ。ハッチー、お仕事お疲れ。じゃあさ AKB さんの話する。私の最初の推しメンは板野友美さんで、で、まゆゆさんのことが好きになって、で、え、まゆゆさんのことが好きになって、さやかさん、なんか渡り廊下走りたいが大好きだった。あのね、誰にも言ってないかもしれないんだけど、言ったかな、あのね、まゆゆさんのシンクロときめきっていうソロ曲があるんですけど、それの読売ランドのリリーイベに行きました。あんま誰にも言ってない。その頃の写真とかも残ってるんだよね。なぎの肌綺麗すぎてなぎの肌になりたい。嘘。あ、みちゃん、お話し会ちゃんと予約してんね、2時で。ぴょんちゃん、約束。勉強しようと思ったら、そう、配信してる。みんなのツイッター見よう。ネギちゃん、ショールームするの？そっか、一回ね、通知来たのか、みんな。通知取ってくれてるんだね。一生聞きますので、好きに喋ってください。ネギサちゃんのこと好きになってから来たこと一回もない。ありがとう。あと、AKB さん、何の曲が、なんかさよならクロールの時とかめっちゃ握手会行ってたの覚えてるな。なんか最初好きになった時は握手会行けてなくて、あと少年よワンツースリー嘘つけの時に握手会行ったの覚えてる。菊池彩香さんの件と、まゆえさんの件と、あとツインテールラブタンさんの件。ナータの滑らない話無理だわ、滑るわ私。すごいね、 SKE さん好きな時期もあったし、やっぱ NMB さんも大好きだし、 HKT さんも大好きだし、全部やん。オーラが隠しきれてないよ。そんなことないよ、本当にボサボサだったよ。マオ、ひとみちゃん、
昼から渚ちゃん見れて嬉しい。よかった。休日のお昼感あっていいね。私もなんかみんな多分私のこと好きな人しか見てないから、すごいなんかあんま気を張らずに喋れるよね。めちゃくちゃ助かります。ありがとう。かいきゅん、おちゃん、低めツインにしたよ。ツインしか勝たん。世界一かわいい、ありがとう。ありりんちゃん、サンリオキャラのツイート見たよ。みゆな、ツインテイが自然。パシーできた、やめて。チェル、おちゃんおいで。おちゃん来ない。レッスン行ってるの偉いよ。サマルめっちゃ甘やかしてくれんじゃん。こんにちは、パシラ。俺が髪持ちますよってどういうこと。ハニャタンごめん。お家までハニャタン。ちょっとポムを抱かせて。おいで。いや。俺もぼーっとしてるの？いつも以上にゆるくていいね。ゆる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 配信。えね、歌いたい。でもみんな歌ってほしいやつある？なんかヘイブンだ。スペイベ無事開催されるといいのね。みなみちゃん、パルルさんも大好きだった。なんかめちゃイケとかすごい見てたな。懐かしい。まゆゆさん、みんなまゆゆさんからのパル。あ、そうなんだ。シンクロときめきいいよね。きめき、あさみちゃん、くまありがとう。大丈夫お子さん。そう、めっちゃ握手会行ってたよ。ちょっと待って、その頃の写真ないかな。15分経過しました。ありがとうございます。あるんだけどさ、まあ見せちゃいけないよね。勉強したから褒めてあげる。マッチョ、それネームビーさん大好きでしたよ。コミハルさんのモバメ撮ってたな前。さやかさんとコミハルさんのモバメ撮ってた。コミハルさん本当にね、すごいね、ご飯が美味しそうなの。朝ご飯とか通知来てビビった。あ、雪穴ちゃんだ。何時までする？まだね、決めてないんだけど、お腹すくまでやろうかな。アバウティこんにちは。握手会の話聞きたい。え、誰の握手会の話聞きたいですか？多分覚えてると思う。ねえ、そう、須田さん、須田かりさんと。少年よ、ワン、ツー、スリー。ひでじいくまありがとう。そう、意外と子さんだよ。まゆいさんの全部、ソロ曲は買ってた。光るものたちも買ってたし、シンクロときめき、大人ジェリービーンズ、ラッパ練習中、全部買ってる。全部歌えるよ。ね、なんだっけな、制服アイデンティティっていう曲が好きだった。みんな知ってるかな？制服のアイデンティティってやつ。低めツイン好き、嬉しいルコちゃん。もうお話し会今度撮りたくなっちゃう。撮って。今日は甘々配信というか、ゆるゆるどゆる配信です。よいしょ、おいしょって、何もしてないのによいしょとか言ってる。 SKE さん、ジュリナさんと、あとどなただっけ、エゴさん、北川亮波さん、宮前亜美さんが好きでした。ツインテールかわいい、ありがとう。竹若丸の話書いとったよ、ありがとう。なんかさ、7月3日撮れてないってみんな書いてたんだけど、どない？みんなが聞きたいよね、そんなの。え、当たった人いるのかな。ちょっとみんな当たってる？みんな当たってるのかしら。翔吾くんだ。18日サイン会楽しみね。ちょっと特別感あるでしょ、今日ショールームしたの。でもね、夜もするから待ってて。1時間ぐらいしか電話できないけど。ナンタンの声マジで寝れる。寝ないで、カグさんって人ツイッターで見てるけど、マジでナンタンの君のね、カップリングの君は。マヨネクマありがとう。マユちゃんもクマありがとう。カップリングの君はってあるのかな。カラオケ配信あったら歌いたいな。ちょっと調べよう後で。君のカップリング大好きなんだよね。そう、ポムちゃん、か
かわいすぎる。マーヤだ。にゃほーマーヤ。ちょっと画面漏れてるか確認させてもらっていい？なんか暗くない？ちょっと暗いので一回明るくしよう。アーモンドクロワッサン、それがお目当て。アーモンドクロワッサン、ちょっといっぱい、ちょっとクロワッサン。ふにゃふにゃのなぎ好き、ありがとう。のラップタイム。ノースリーブ好きです。ノイミーちゃん、何がいい？ノイミーちゃん、パルルさんが角締め、そうなんだ。チェル、川谷里奈さんまで好きでした。とっても、あの嘘だろうがめっちゃ好きだった。マーヤ、クマありがとう。マーヤマーヤマーヤ、個人的に送ってもらうってやばい。木崎ゆりやさんか、あの片思いバイナリーの木崎ゆりやさん、めちゃめちゃ好き。やっほー。ショールームにお礼するのわろたって書かれてる。夏イン久しぶりにしてるかも。待って、今ねちょっと見てるよ。ゆるゆる感好き、よかった。みんなゆるゆる感好きって。さやミルキーさん、お昼にするの珍しいね。あ、もう20年涼香さん推し、大島涼香さん推しだったの。私もね、大島涼香さんはよく劇場公演に入ってた時にお会いしたことあるかも。あの矢倉風子さんの生誕祭チーム B のやつに入ってたんですよ。で、あ、ちょっと待って。それで、まゆゆさんと矢倉風子さんが最後ハイタッチだったのかな、その時で、ハイタッチしてもらったの覚えてる。タンコすぐお腹すきそう。それな、心配よ心配。あ、かわいい、ポンタかわいい。まゆゆさん、ママのお買い物付き合ってたけど来た。夏美ちゃん大丈夫？なこさん、なこさんのお話し会、あ、話し会じゃない、握手会行ったことあるよ。握手した時は全部メモったけどね、なんかね、あのね、途中からなくなってるんだよね。小学校3年生ぐらいの時は携帯持ってなかったからさ。ラッパ練習中いいよね。今日セブンの大豆ミート食べた。いいな。そう、あのね、りょうがたんさんは私のこと覚えててくださってた。なこさんは、なこさんその時何の格好してたっけ。なこさんが、あ、私なこさんの1個か2個し、な、何歳だっけ、なんか下の年下なんですみたいな言ったら、え、妹じゃん、かわいいって言ってくださったの、すごい覚えてます。かわいいねって。あ、私あとあれも言った、あの AKB さんのなんか夏にやってたお台場の夢大陸のやつ行ったことある。HKT さん大好きです。梅本いずみさん推しでした。でもすごく好きで、 HKT のお出かけずっと見てました。指原さんも大好きでした。虹の作り方、そう、アイドルっていいよね。7月3日撮れてない、全部外れた外れた。ナータの誕生日前だから、え、そうなのかな。エゴさん、そう、エゴさんと最近お話ししました。ドディーディーなんだねって。そんなことないもん。3日外れた外れた、取れた外れてない、外れた落ちた、外れた外れてブチギレてた、全落。嘘じゃ、やっぱみんな当たってない、なんかエラーだったんじゃない。なんで私の誕生日の日だけエラーの。おぎそさん可愛いですよ。今日も会えて嬉しい、よかった。今日はオフじゃなくてレッスンあったんだけど、帰ってきて暇だからやろうかなって思った。うん、そう。でも今日夜もやるから待ってて。ねえ、みんな飽きないでね。まあまあまあ、今日はちょっとお昼は緩めの配信ですから。今日も銀河一花ありがとう。カップリングの君は歌おうじゃ今から。漏れてる、嘘。明日初めて話す仙台の日、誕生楽しみじゃん。それは、そうそう。あ、見てる今みんなの。なんか記憶力いいかな。今日天気悪いね、暗いよね。ダイエットしてるのね。やめて、マーヤがさ、ちょっとでも減るの嫌なんだけど。とは、今日歌うモード。そう、毎日なぎちゃんの可愛さに新鮮に驚いて嬉しい。やっとイコールミーも好き。
好きだブワッと風が吹いた。歌えるかな、ちょっといろいろ書いとこう。きょうかちゃんくまありがとう。なんかさ、待ってね、きょうかちゃんだ、なぎのきょうか、かわいい。なぎちゃん今日も明日もずっと一番って書いてある、ありがとうね、きょうか。なんか水曜日のアリスみたいなユニットなかったっけ、覚えてないけど。そう、ハステとワステ、ツインテールアタック、ゆねなぎちゃんもかわいい、ありがとう。マリコ様、そう、劇場公演、あとね、なんかね、私1月1日の元日に、本当に元日だよ、元日なのに、なんかあの元日なのに、あの神社にも行かず AKB48 劇場に行って、なんか福袋買った覚えがあるわ。で、なんかあのさ、なんか福袋買うと、なんか iPad みたいなので抽選ができるんだけど、なんか100発100中券とかいろいろもらえるやつで、何が当たったんだっけ、私なんかキーホルダーが当たった気がする。タンコ、お昼はね、あれ、枝豆と避けるチーズ食べた。そうだよ、私ね、何期生さんでも多分わかると思う、本当にオタクだから。三重師大好きでした。大森美優ちゃん、美優ぽん、美優ちゃん、大森美優さん、劇場公演でお会いしたことあります。ショールーム iPad でやってる、だから携帯はね、あるの、ここに。ジェリービーンズでしょ、うん大島優子さんの卒コンも行った。お出かけ、 HKT48 のお出かけ。矢上久美さん、くんさん、オタクと話してるみたいパジャマドライブ好き、わかる。パジャマドライブと、あと何見たことあるかな、アイドルの夜明け公演とか結構見てたかもしれない。48オタク期間が私とめちゃくちゃ被ってて声出た、本当に。エリポン、どうしよう、私たちもしかしたら現場で会ってるかもね、どうするママと常に一緒に行ってたかも。3日みんな撮れてないのかね。あ、なぎさだけの夏美ちゃん、くまありがとう。私多分あんま言ってないけど結構なオタクだったよ、本当にすごいと思う。割と結構それは自慢できる、なんか本当に好きだった。なんかやっぱさ、なんだろう、小学校の時とかってさ、ハマるものがみんな違うけど、私はずっと一人で AKB のファンをしてました。逆に2時で会ったら私バリバリにね、当てて、みんな3日、全然飽きてないよって、ありがとう。なんかね、言っていい、ショールームするの楽しすぎて本当にやっちゃうんだよね。夜来れないかもしれないから今来れてよかった、ありがとう。好きな女優さんは長澤まさみさんと新垣結衣さんと浜辺美波さんと、橋本環奈さんです。かわいい。あと本田翼さん、本田翼さんとは付き合いたいってずっと言ってる。夜ご飯食べに行くから来れない、そう、よかったじゃん、やって。じゃあ歌おうかな、そろそろ仕事戻るから夜にまた来るね、ハッチありがとう。ロッシー仕事ありがとう、抜け出してきたって、お疲れ。TikTok とスキピで見て初めて来ました。ごめんなさい、そんな、なんか今日すごい画面全然できてないんですけど、ありがとう、見に来てくれて、好きになってください、ぜひ。明日初めて話せる、嬉しい、あずみちゃん孝太郎くんだ。そう、マナカンさんとレイレイさんのスキピめっちゃ可愛かった。竹若丸もくもありがとう。竹若丸、猫ちゃんにご飯あげてくるね、一瞬で戻ってきます、一瞬で戻ってきて、ってか可愛い、その報告。そう、水曜日のアリス、ナタンとおしゃべりできるね、ゆるゆる配信。かんちゃんだ、
かんちゃん職場からこっそり見てます、ありがとう。そうね、その衣装着てみたいの、めちゃめちゃ可愛いよね。ちょっと待って、水曜日のアリス調べたい。なんか激エモになってきちゃった。好きだったわ、本当に好きだった。もうなんかね、毎日あのめっちゃ気持ちわかるの、みんなの。なんかね、当落6時ぐらいに出るじゃんか。で、私学校が終わるのが5時半とかだったから、いや違うな、当落って何時に出るんだっけ、キャラ兄の。なんか帰ってきて、仕事じゃないわ、あの学校から帰ってきて、当たってるかなキャラ兄って思いながら毎日帰ってきたって言ったら、もうめっちゃ覚えてる AKB。 そうそう、水曜日のアリスめっちゃ可愛い、本当にバチボコに好き、これ可愛い。生写真のやつとかもうめっちゃ家にあるもん。そう、福袋買ってた。そうなのよ、確かに重力シンパシー歌いたいね、いつか。こんなに可愛いオタクいたのに見つけられなかった。ねえ、福袋懐かしいわ。NMB さんの福袋は買ってた。そうなのね、元日公演もね見てたわ。しかも本当にね、何でも見てたと思う。多分裂けるチーズ美味しいよ。いつかさ、食べる配信とかしたいよね。48さんのお宅でした。本当にこれはね、あの嘘じゃない。嘘じゃない。そう、百発百中継。タンコちゃん TikTok で届いてトップバリューがバズってるわ、やばい。ちょっと待って、知ってるよ。でも私見てるもん、みんなのやつ見てるもん。本当にみんながおすすめに流れてくるの嬉しい。あんだね、見てたよ。あ、すごいね、声が出ちゃった。コメント大きく映ってるよ。じゃあカップリングの君は歌っていい？一回イヤホンにします。芸人全部見てた。芸人のね、あのね、映画も見た。 AKB0048 も見てたわ。漫画も買ってた。よし、カラオケしよう。君のあるかな。ある。待って、天才じゃない。ループしませんように。それな、暗っ。うーだっちょ。歌えるかな。ちょっと飲まして一回。ごめん、ごくって言うかもだけど。なーたん押し始めた時高校3年生だったのに、もう大学4年生はエモい。エモすぎ。ちょっと待って、前髪きれいにしてから歌いたいっていう気持ちがあるんだが、まさかの握手あったわ。アリーチちゃんだよ。私確かに言っていいとか、え、いいっていうのめっちゃ口癖かも。なーたんが楽しそうで嬉しいです。本当に可愛い。よりなんかね、私のファンの人ってね、私が楽しそうにしてるのが好きって言ってくれるんだよね。何？本当に結婚しようね。あ、来た。待って、幸せ。いつもの君は優等生すぎて、誰かだったよ。あんたのことって冗談通じない。付き合うなんて絶対ありえないって、偶然あったゲーセンで一人きり熱くなって太鼓を叩いてた。カップリング
が猫とるとかわいい女の子想像できない意外な展開だったよ。素顔のままで二人盛り上がって、本当の君に会えた気がしたんだ。翌日キャラは元通り、そのギャップ楽しんでるの。つまらない夢どうせカップリングの君は新しい世界だね。どっちも私よなんてウィンク一つで、そんな怖くなタイプどんどん惹かれてゆくよ。愛しさが癖になるんだ君のカップリングウィズ。誰かが噂していたよ、君が堅物すぎるって何も知らないんだ。食わず嫌いはダメさ、見かけとは違うんだ。人は誰もまま一人キャラを隠してる。できることなら両方、光も影も愛して、そのすべて手に入れたい。恋の裏と表、赤ブリングの君は表とは違うよね。みんなが知らない顔に胸がときめいた。そんな味気ある秘密、僕だけ独占してる。優越感に浸りながら君のカップリングウィズ。なんだなんだ、あの歌ったの初めてカラオケで歌ったのでちょっと下手だったんですけど、どうでしたでしょうか。初めて歌ったカラオケで、なぎもり再来イエイ。え、ねえ大丈夫だった？初めてさ歌ったからさ変じゃなかったかな。ちょっとエゴサーチしていい？エゴサーチしていい？きよかちゃん嬉しいって。待って、無理、コール止まらん。エリポンかわいい。エリポンさ、ずっとさあの歌あれ、これ声聞こえてた？おいて。エリポンさ、この曲さ、エリポンがさ歌ってほしいって言ってくれてさ知った曲だったのね。そうだからね、すごい嬉しい、ありがとうエリポン。そう、振りかわいいよね。え、嬉しい、湧いてるまさまるが。そうか、あのねすごいね、あの振り付けもかわいい。そうなの、この曲を知ったのはエリポンきっかけなんですよ。今日めちゃくちゃにかわいい、嬉しい。え、やった、ありがとう。なんか全然何もしてないのにありがとう。優しいね、みんな可愛いって言ってくれるの。待って、そっか、今歌ってる時のタイムラインになってるのか。可愛すぎて抱きしめようかな、悶絶してる。エリポン、クマありがとう。可愛い、喜んでくれて。そう、ナギに歌ってほしいんだよねって書いてくれてたんだよね、エリポンが。歌ったよ、初めて歌った。神ありがとう、天才だった、嬉しい。みんなめっちゃ褒めてくれるじゃん。聞いてて楽しかった。天才すぎて一生リクエストしてきたからやった。ちょっと練習してまたもう一回うまく歌えるように練習します。ゆきあなちゃんタワーありがとう。ゆきあなちゃん、今日もお昼から見てくれてありがとう。雪花、今日はじゃあ何がいい？今日もじゃあリクエストにしようかな、お昼だし。雪花がしてほしいことをじゃあやる。大好き、今日もありがとうね、毎日毎日見に来てくれて。お仕事忙しいのにありがとう雪花ちゃん。そうだ、明日話せるっけ？そう、お仕事中だと
お仕事中であれかもって書いてたけど、すごい楽しみにしてる。毎回ありがとう、本当に。なんかこんなずっとずっと好きでいてくれるのって当たり前じゃないし、いっぱい毎日長いメッセージとか送ってくれて、気持ち伝えてくれて、すごい。雪花ちゃんはずっと、あ、そっか、明日はいけないのか。そうだったね、明日はいけないんだ今度2日目2日目と3日目かな、外れましたそうだ、外れたって言ってたわ。そうだ、こんなにいっぱいいっぱい毎日気持ちをこう伝えてくれるから、すごい信じられるというか、すごく本当に幸せです。雪花ちゃんに好きになってもらえて。じゃあ捨ててやるよ、やろうかな。捨ててやるよ。どう、昨日はなぎ盛りだったから、本物のなぎさじゃなかったから。ナタもエゴさしてる、してるよしてるよとか言っちゃった。言い訳メイビー聞きたい。え、いいじゃんでもいい年シェイク手が出ないんだよね。なんか難しいね、出る時と出ない時があるのよ。らしくない、らしくないもあり、一生提唱してきて生きてきた甲斐があったかわいすぎて無理、本当にかわいい。京香ちゃん人生カップリングイズはマジでずっと私も毎日聞いてる、本当に。らしくないね、そう、ひなたさんの耳に落ちる涙ね、あのね、聞いてる、真央のあれで、真央のあれでとはで聞いてるけど、いまだちょっとあの多分うまく歌えるレベルまで達してないから頑張るね。らしくないあり、歌おう、らしくない後で。初恋の人も今でも、あ、月ちゃんだ、月ちゃんいつもリップとか見てるよ。その答えはイコールだ。なぎさだけの夏みたん、くまありがとう。世界一かわいい出来、人生だね。そう、私本当にアイドルオタクすぎて気持ちわかるよ、本当。みんななんかさ、当落来る時ってすごいドキドキするよね。なんかこう握手会とかの、お願い背中のジーパン歌いたかったんだけどないんだよね。あとね、青い空が見てるからみたいな歌好き。カメラ目線ください。なったほどしたアイドル初めて、ありがとう。ゆくま一生一人ズルズルしてはやばいずるいよ、こんな気持ち二度とないでしょう、ずるいね竹若丸たま、ありがとう。竹若丸何がいい、じゃあどうしようかな。じゃあ竹若丸にだけこの丸をあげます。はい、触っていいよありがとう竹若丸。なんかしてほしいことあったらコメントして。コメントを見る女、ありがとうね、いつも。ほんとに竹若丸、雪花ちゃんもそうだけどさ、ほんとにさ、あのさ、初期のさ、私がさ7時ぐらいにさ、私初期の頃に7時ぐらいに朝なんか2階でショールームしてた時があったんですよ。そう、その時から見てくれてて、ずっと好きでいてくれてありがとう。そう、すごいよね、私のことをずっと、あの最初のよくわからない配信で好きになってくれるってすごいことだと思うありがとう。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。いや、なんかね、神宿さんとか入ってても歌えないんだよ。そう、48グループさん系らしくない歌う、よくわからない言わんといていざとなると何してほしいとか言われてもない。そうだよね。じゃあ今から竹若丸に、竹若丸が夜寝れない時のボイスメッセージを送ります。いきます。竹若丸、夜眠れないの、じゃあ渚と一緒に寝ようねさえちゃん、くまありがとう。らしくない歌おうか、じゃあみんな、うん、なた内心が生活の支え、そう言ってもらえるだけで幸せです。私はこの配信が本当に私の支えだから
歌おらしくない歌をね。桜みんなで食べた満開の、あ、待って、あ、来た来た来た、ゴタゴタゴタ、花びら春風に吹かれた、それ私ね買ったんだよね、なんか買った、それ、あれ、あららら、らどこまで行った、青空が違う、み聞きたい、待って、青空どこか違うでしょ、もう大好きよ、青空が違う、かい出た久しぶりの電話中、お仕事放棄したいくらい可愛いかなちゃん、ここ天神それな、ぴょくまありがとう、ぴょぴょちゃ丸かわいいののちゃん、桜坂さんは、桜坂さん渡辺梨沙さんが大好きでした、ご紹介したことある、ほっぺチークつけてる、なんかねリップこうやってピッピッてやってる、ねめくじハートもいいよね、抱きしめたいけどなかったんだよな曲、夢は逃げないも歌いたい、だってだってだって、もっと眠れないやか寝ないで、好きすぎてマジ泣きして泣かないで、ありたんチョキらしくないの桃香さんわかる、歌おうじゃらしくない、いきます、でもいられずに、週末の街へと僕は家を飛び出した、車のクラクションの中をひたすら走る、溢れる感情をぶつけかかった、どんなにこの僕が君の名前を叫ばせてくれ、あ、高い高い、君を見つけたらどんな言葉をかければいい、その姿見とれて僕はきっと立ち尽くす、人が見と喧騒の好きな愛する人と出たことだけで幸せになる、流れ出せ吹いて、片手息しながら Satisfy、 すがすがしい僕にハートは満たされる、らしくらしくないね、答えより大事なもの、全力で走ったのいつだか覚えてない、これは恋だ、イノセントな僕の思いだ、この腕に抱きしめずに今確かに感じている、声に出さずに叫ばせてくれ、イエーイ、待って、練習する人、らしくらしくないね、今までの僕とは違う、冷静にそう失ってる自分手には負えない、これが恋か君の言葉
情熱のどこかに必ず僕が駆け巡るよ。君の名前を叫ばせてくれ。イエーイ。さんが高い声出す時の右手好き、恥ずかしいんだけど、どういう顔して声あれしてた？ナギの名前叫びたい。振り付きは世界一偉い。涙出る？本当？みんな嬉しいかな？はい、優勝ありがとう。笑顔好きすぎる。ありがとう、ケイソン。可愛い、ナギさんの名前を叫ばせてくれ。可愛すぎて仕事放棄はやばい。マイカちゃん、ありがとう。みんなこんな私のお昼から配信に付き合ってくれて。あ、ディークもありがとう。待って、ねえねえ、このバンのこのお花見をしてる、お花見をしてるクマさん、ありがとう。バンね、バンのねアクリルのねプレゼント届いたの、ありがとう。もうね、あのね、つけてるよ。みんな、みんなじゃない、なんでみんなって言った、つけてるよ。バン、じゃあバン、お花見のクマをくれたから、今からバンに、なぎさはあのお花見でのあの萌え台詞をしたいと思います。本当に私初期の頃なんてさ、萌え台詞嫌がってたのにさ、できるようになっちゃった。かっこいい曲も聴きたい。かっこいい曲は何がいい？北川景子も歌いたい。ちょっとメモさせて。かっこいい曲みんな何がいい？確かにかっこいい曲歌ってないから歌いたいな。じゃあ行きます。パン、いくよ。3、2、1。パン、うーん、お団子食べるの？お花も見るの？でも本当は花より団子より渚がいいでしょ。恥ずかしい、めっちゃ顔赤くなっちゃった。パン、ありがとう。あれ大事にするね、アクリルスタンド。あ、ママがめっちゃ喜んでたけど、これ私のだからって言った。こうめっちゃ綺麗、嬉しい。うんぬくんぬ歌って、ごめん、うんぬくんぬって曲あったっけか。青空が違う、いいね。今日顔もお互いも強い。嘘、ほんと？まいかちゃん、くまありがとう。おにゅうのわんぱき、北川賢治、青空が違う、サイレントマジョリティ、君は君らしく、待って、誰かの後ついてゆけば傷つかないけど、歌えるかな。じゃあサイレントマジョリティ歌おう。かっこいい曲ちょっと挟んでいこうっていう話。サイレントマジョリティ、私でも大丈夫かな、歌えるかな、いい感じの曲になるかな、いい感じのあれになるかな。さえまじょ、そう、かっこいい曲好きって言ってくれるよね。桜もちさん、日本語頼む、やばい、日本語喋ってください。ポンちゃん、さえちゃん、くまありがとう。そろそろ仕事行くね、寂しい。ザキちゃん、ありがとうね、見てくれて。パンキッシュもいいね、書いとこう。パンキッシュ、かわいすぎる。涙の表面ちょっと確かに萌えゼリフとな、ねえ、まさまる懐かしい。きっと君だの萌えゼリフ覚えてるよ。誰かな、大丈夫かな、違うことに何をためらうだろう。月ゆく
は君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配された、はじめからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は触れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。大丈夫かな。どこかの国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ。人に任せるな。行動をしなければ望みも伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ。ワンオブセブンになり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。見栄やプライドの鎖につながれたような、つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーと言いなよ、サイレンマジョリティ。大丈夫かな。誰かの後ついて行けば傷つかないけど、その群れがそいだとひとまとめにされる。君は君らしく生きてゆく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。はじめからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進んだ。この世界は触れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。心配、みんな大丈夫っていっぱい言ってくれてるけど。めっちゃ良かった。ありがとう、みんなリクエストしてくれてありがとう。ちょっと待ってね、私今ティッシュが欲しいね。ママティッシュ、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 すごい。ティッシュくれる？ティッシュ欲しい、欲しい。最高です、ありがとう。なぎちゃんしか勝たん。そう、リクエストパレッタもいいよね。パレッタ、ママいる？ティッシュちょうだい、ママ。聞こえてる？てきてくれた。パシリにするなよ、言うて。ありがとう。ハウス。なんだっけ、さっきファンの方が。ハウス、バレッタ。ありがとう。来てくれた。アラロマ、アラロマ、アラロマハウス。アラロマハウス、なんだっけ、あとママ優しいよね。なんだっけ、なんか書いてくれてたんだよね。バレッタか。何がいい？北川賢治、青空が違う、アラロマハウス、バレッタ。画面を通してティッシュを渡した。優しいかよ。よいしょ。ママ助けに来たぞ。デコピン、デコピンを一つされた時、マイカちゃん、サエちゃん、つくも、ありがとう。リンちゃん、アキャリン、リンちゃん、クマ、ありがとう。何がいい？
そう、アイドルの曲しか歌えないのよ。アラロマ執事やん。なる？マオ。快速と動体視力ね、情けだった気がするんだよね。あったっけ？お前がだってだってあなたがいたもいいな。ねえみんな何がいい？快速と動体視力も入れとこう。何がいい？みんな。Not Equal Me もあり。Not Equal Me でも歌えるかな。 Not Equal Me、 青空が違う北川賢治、アラロマ、ハウス、バレッタ、オーマイガー、快速と動体視力、何がいいですか。バレッタ、肌様、青空が違う、アラロマ、13日の金曜日、この夏をジャムにしよう、聞いてみる。羊よりポム希望。ひなっちくんもありがとう。バレッタ、オーマイガー、走れペンギン、最強ツインテー、あざとかわいい、アラロマ。アラロマ多いかな。ノイミーちゃんの聞いてみたさある。確かに。ノットイコールミー一回歌ってみようか。え、歌えるかな。大好き。え、なんかね、難しいよね、でも。めっちゃ。ちょっと頑張ってみる、一回。好きなんだ、私、めっちゃ。ノットイコールミー。あたたたた。よし、歌ってみよう。ちょっと下手だったらほんとすまんって感じ。下手だったらほんとすまんって感じ。謝る。ちゃんと謝る。下手だったら。のいみちゃんに LINE する、全員に。ごめんね、下手だったって。で、サナから LINE 来たよ。痛いくらいに部活している蝉の鳴き声に耳の子に張り付いて離れない。どんな顔して絵文字スタンプ、情報社会なのに何も知らない。 I'm a happy ミクチョのクラスみんなの視線独占、つまり汗にじむ。ああ、君が来る。好きだ、ブワッと風が吹いた時好きだ。幻か現実なのか、そんな声も吹き飛ばす瞬間不足アメージ。好きな今は届かなくてもいい。好きだ、走る姿見てるだけで僕の夢も一緒に叶った気がするよ。 Not Equal Me。待って、配達料しんど。夏休み中は君の方から変なもできて不思議そうに吹き出して笑う。部活の話、知らないことが少し日焼けの肌になぜか胸の靴とする工程を、長いまつげの横顔だって痛いほど刻まれるこの胸に、いつか目が心に突き刺さり、いつか立ち止まりたくなった時、ずっと諦めず君の名前呼び続ける。素敵な映画に出会う、いつか美味しいご飯食べるとき僕を思い出してほしいな。手づるよね、なんて Call me I can't stop Kings いた見てるだけでいいじゃダメだ。こそ不平不満なんかじゃなく、まっすぐな気持ちを空高く叫びたい。叫べ声が枯れて出
なくたって叫べどうにか君に届けなきゃ逃げず真剣な眼差しの答え待ち続ける叫べ初めてのこの気持ちは叫べどう処理すればいいんだろう愛や恋なんて言葉ではもう片付かない好きだブバッと風が吹いた時好きだ幻か現実なのかそんな声ぶ吹き飛ばす瞬間不足はアメージング好きだもう遠慮はしない好きだ初めて会ったあの日から君で始まる運命だった物語のトゥイコールミーいい歌最高ソングじゃんじゃ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 んじゃ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 ん聞いてて息切れしたそれな大丈夫 Not Equal Me 大丈夫だったじゃんと京香ちゃんくまありがとう京香ちゃんひたっちちゃんもあきゃりんもくもありがとう恋心加速してよかったわ凪で始まる運命の物語それな凪で始まってねすっごいお腹鳴るやっぱお腹空いてきたんか何時までやろうかななんか歌ってたら楽しくなっちゃって一生できるかもしれない凪で始まる運命でしたそうでしょルチェちゃんうますぎる嘘ありがとうウィンク天才マジで天才ありがとう好きだの団結力やばかったそれな酸欠ソングやばい今日さめっちゃじゃあやってさ夜30分とかにするなんか飽きるよね多分みんな申し訳ないなんかこんないっぱいやっていいのかなっていう不安凪で始まって凪で終わりたいかわいいそれな凪で始まって凪で終わってね私ね多分ね少年役とかやってみたいつか飽きません大声かわいいバレッタじゃあ一生でやばい青空が違うバレッタアラロマ何がいいインスタライブやりたいんだけどねさすがにこのさこのぐちゃぐちゃ髪型でやるっていう明日できるかな明日夜できそうインスタライブ明日夜インスタライブやるねじゃあ永遠にニコニコしてるかわいい飽きないよ永遠に見れるよ10時までなら全然大丈夫 K 君 D もありがとう D だえ永遠に見れるけどありと優しいねアラロマやるアラロマやろっかあらかじめ語られるロマンスねあたあらロマやろう飽きる要素がない少年ねなんかちゃんすごい本当になんか私さなんかやっぱさ感情を込めた歌なんかに なんて言うんだろう感情難しいなって思うからすごいなって思う口ほどにもないキスいいよね坂道歌おうか一回少年役土の子ねうん大空日向坂さんだったら何の曲がいい今日はねレッスンしてたよみんなで全員に会っただから今日春ジオンがオンリートゥデイめっちゃ好きねねなんかさエリポンがさなんだっけなんか一回昔 AKB の好きな曲みたいなの言ってた時に全部それでなんかいろいろ聞いた記憶があるわ12秒やったことあるんだよねやってもやったことあってもいいあとなんだっけ狼とプライドあるのかな狼とプライド懐かしくないなぎおくんは押し増ししてもセーフされな狼とプライドあったらよくないあらろアリエストラスジェミニーキャンサーレオバゴンインテンサー火薬12の星座
何もないんだもん。でも今はちょっと信じてみてもいいかも。素晴らしい未来予測できたら教えて。 Look at the sky in the sun、 らめく隅の光は動き、出会いと別れの運命ができる。どんなに離れてても出会うその奇跡。ロマンティックな伝説、今を生きるみんなが絶対忘れないように。全てのことには理由があるってことだよ。早く十二の星座の中にあなたと私の運命がある。今は見えなくても引き寄せ合うその力。出てしまっても夜空、あ、この恋は、え、ちょっと待って。 Look at the sky is infinite。 なめく十二の光は動き、出会いと別れの運河ができ、どんなに離れてて結ばれ合うその奇跡。生まれた日からすべてのことがどうなるかって決まっている。長い人生迷わぬように空が教える。 I is the last Gemini cancer、 Leopardo is inside、 あらかじめ語られるロマンス。星がいつもよりも美しい。ごめんなさい、本当に B メロ歌えなくて。ごめんなさいの気持ち、また勉強して歌い直します。ずっとう。可愛くなったの、ユダウより可愛くなる。ありがとう。歌い方かわいい、嬉しい。ニヤニヤともらう、英語微妙な曲がかわいい。揺れながら歌ってた、ちょっとごめんね、ちょっと歌えないところがあって、ちゃんと勉強します。バレッタ、待って、青空が違う、北川賢治。ごめん、めっちゃさ、もうカラオケみたいになってるから、ちゃんとこれが終わったら一回コメントいっぱい読むね。が違う、待って、もう4時じゃん。いや、私何時間やってる、やばくない？ドリアン少年もやるね、じゃあ。狼とプライドね。じゃじゃーん、じゃ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 。ハウスのコールしたい、わかる。ハウスちょっと好き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 よ。ちょっと一回エゴサしよう、一回エゴサし、どこまで知ってるのか。結構知ってるはずよ、まさまる。ごめん、急にツイッター見る人。カラオケ配信ありがとうって、みんなありがとうね。そう、
なあたん可愛すぎ、仕事の休憩中癒されたってありがとう。マネタスもいいよね、可愛いからありがとうね。4時というか5時だ、5時だわ、もうやば。今あ、そうだ、今日歌った曲さ、みんなあれしといて、何プレイリストで何歌ったかちょっと書いといてほしい。みつこちゃん、初めて聞いた都会は人と人を洗濯のようにかき混ぜていく。テレビで見てたあの華やかさは秩序のない英語に見える。尻で聞いたあなたの55しか聞こえない車内は降りる駅を間違えそう。私が勝手に押しかけた久しぶりの電話中、ずっと咳をしてたから急に気になってしまった。遠くで暮らさなきゃいけないほど夢はそんなに大事ですか。だけど言えなくて風邪するからとキスしない、そんなあなたに背伸びをして強引にI'm sorry.
ちゃんの男じゃないのに勝手に男に嫉妬してきた、やばい。めっちゃ汗かいてきた。あー、オーゾラってめっちゃ高いね。イコラブの曲でもないぐらい高いかも。最高最強かわいい、ありがとう。今見てるよ。え、目撃者歌いたい。ごめん、勝手にファンの方のリプを見るっていう。目撃者歌いたい。公演曲練習しておきます。優しいね。夢目で見たカラオケ公演にキスしちゃった。え、何時までやろう、何時まで やろうかな。お腹空いてきたけど、でもまだ食べないからっていうね。ていうゆうゆう、ね、今日イヤホンなくしたんだが、助けてほしい。ねえねえ、光合成規模。ドリアン少年やりたい。え、今日夜やろうかな。みさちゃん、くまありがとう。片思いファイナリーもいいなやりたいのばっかり。何のイヤホン使ってる？なんか有線イヤホンみたいなやつ、繋がってるやつ。俺もなあたの配信終わったらここに行こうと。行こうね。片思いファイナリー過去。何歌ったっけ今日、もう忘れちゃったわ。ロマンティック病わかるよ。でも歌えるかな。日向坂さんだったら何が好き。片思いファイナリーする。シキピは一人で歌うの難しそう。お熱で部活するの大丈夫みーちゃん。お話し会応募してきました。お初できる、ありがとう、嬉しい。え、なにさん、とわちゃん、キュン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 、どうして。沈黙した恋人ね、聞くけどね、歌えるかなっていう。ドレミドレミドレ、シキピ歌るとやばいよね、本当に。本当にわかる、それは。片思いファイナリーいいよね。きょんこさんのソロ、きょんこさんのソロ、何の曲だ。あ、あれか、なんかすごいしっとりしてるやつ。あ、5時になっちゃった。みんなあざとかわいい、肺活量保護したいきつねきつね、いい曲よね。遠距離ポスター。お話し会全部忘れちゃった。嘘でしょミサ、どうしてね。3日なんでみんな当たってないの。そういえばさ、ミリナとカラオケに行った時にトトロを歌ってたんだけど、世界で一番うまいって思った。あんなにうまいトトロ初めて聞いたもん。何がいいかな、みんなね。え、3日何なんだろうこっちが聞きたい、それな。私も聞きたいよ、なたの誕生日が。いやでもね、誰もね当たってないよ。隣のトトロトトロ、マジで上手だった。何がいいかな。片思いファイナリー、ドリアン少年、片思いファイナリー、ハルジオン、オオカミとプライド、快速と動体、白くバレッタ、オーマイガー、ハウス、北川賢治なら何がいいですか。イベントあるのかな。隣、ダメだ、隣のトトロで歌ったら私バンされるかもしれんって片思いファイナリー、片思いファイナリー、ファイナリー、ファイナリー、あ、片思いファイナリーが多いね。歌えるから、ちょっと待って、一回確認していい。なんかさ、歌えないととっても失礼だから、ちゃんと調べてから歌う片思いファイナリー、いや、歌えると思う。
イエスかノーかのアンサーよりもずっと胸に溜めてた君、歌えると思う。ちょっとやってみるね。バレった夜歌うね。じゃあ待ってて。なーり、あったあったあった。よし、この曲を歌う。学校頑張って、ちょっと、じゃあちょっとコメント読むね。クリアン少年とバレッタじゃ夜歌うわ。待っとって、待っとって、待っとってな。隣のトトロ、トトロ、じとめして、じとめ。学校頑張って、ばばちゃん。ノーバディーズフォルト、何その曲、調べよう。私ね、歌うの大好きなんだよ。夜も見れますように。ありがとう、ゆうちゃん。まつげが限界突破してるとは。いきます。じゃあ歌います。懐かしい、ブリッコポーズ。懐かしい、ブリッコポーズ。僕は遠くを眺めてる、視線の端でさりげなく君の存在を気にしてた。春の日差しのカフェテリア、偶然同じテーブルでハートが固まったように、言葉を交わせなかった僕だった。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しよう。カンファイナリー、外れた。懐かしい。人を好きになる理由は誰も説明つかなくて、おそらくきっと後付けさ。長官以上のなぜはない。君の周りの友達はみんな切れて言うけれど、僕は一歩だって引かない。ランチタイムが終わっても I love you。 突然だ、恋は突然だ。募る想いどこかに溢れてしまう前にどうしても言っておきたくて。突然だ、恋は突然だ。空気を読んで抑えてた感情を今さらけ出す。僕の愛しさはファイナリー。スキーさん大好きだったな。今も好きですけど大好きです。イエスかノーかのアンサーよりもずっと胸に溜めてた君への愛しさをついに解禁だ。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今まで
でずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか。ファイナリー、君が好きなんだ、ずっと好きだったんだ、好きなんだ、君が好きなんだ。ファイナリー君に伝えよう。これ最後下手になっちゃった。片思いここでファイナリー。はい、終わりました。ありがとう、ありがとうございます。そんなことないよって。あ、ももちゃんさっき言ったよね。ももちゃん、え、声合ってた？ありがとうって。いえ、こちらこそ。神かよ。パチパチパチ、酒かす蒸発しましたって。ファイナリーキック、キックしたいけど今足がスタンディングオベーション。尊かったです、ありがとう。かんちゃん、すごい良かったよって、ありがとう。みんな歌うやつとかありがとうね、ギフトのやつ。なーたんと両思いになりたい。両思いだよ。もう届いて、なーたん見ようかな一回。じゃあ今日のあのあれ、歌はここまでで、で夜にドリアン少年とバレット歌うね。よし、ナギのペースでやってください。ありがとう。今見てるよ、いっぱい。オオカミいいよね。こんなに無料でいいんですかって、ありがとう。ズーさん、こんにちは。ズーさん、今日もいっぱい歌ってくれてありがとう。こちらこそ。15分ぐらいまでやるかな。見てくれてるよ、あきゃりんちゃん。あ、指原さんがインスタライブ、今日8時から YouTube ライブやるんだ。何時までやるんだろう、見たいな。それ見ながら配信、見ながら配信、見たい説ある、見たい説ある。9時から1時間ぐらいかな。指原さんどうなんだろう、2時間ぐらい やられるかな。9時ぐらいから私やろうかなって思ってたけど。届いて、うんぬくんのエリポンしてて、じわ人生すぎて困る教科書。斉藤凪沙が最高だな。大概のアイドルについてそれを言うのは光栄ではないだろうね。かっちゃんのさ、この急なポエムみたいなの何？足きたってまさまる。友達できた、何？友達できた、あいかちゃん。ヒンタンからなたへ見てるよ。ももちゃんだ、ももたろうちゃん。見たい説、そう、指原さんの見たい説あるよね。見たい説あるくない？あすみちゃん、ファンレターって書いたら読むよ。まつげきれい、ありがとう。課題全く終わらんくて焦ってる。頑張って、みなちゃん、なぎちゃんの9時まで頑張る、偉いね。サッカーの使い吹っ飛びました、ありがとう。夜も見るね、ありがとう。なたに常に感謝されたい、感謝してるよ。ケイソ、大学の自己紹介でイコールブ普及してきて最高やん。届いて、なんて読まれちゃった。なぎさちゃんの足かわいすぎたんよ、マジは。届いて、私まで届いて、ファイナリーキック、やばい。なったんきっかけで女の子アイドルにハマって、ありがとう。りんちゃん、なつしなちゃん、ずー、りささん、かなこちゃん、あさみちゃん、さくらんら、次のお話か応募して。評論家のモノマネ面白す、そうなの、評論家のモノマネしてるの。滝赤丸、めちゃくちゃお腹空きました。みんな食べよう、じゃあ一緒に。渚が食べてる間、渚が食べてる間、マオも食べよう。二度寝しててもまだやってた、やってるよ。え、君のカップリングウィズやっちゃったの、ひーちゃん。今日さ、あのやった曲みたいなプレイリストみたいなの、もしよかったらぜひ書いてもらえると、とってもとっても喜びます。とても喜び、マッチュマッチュマッチュね。今見て一個楽団子、今まで一番成績良かった、褒めるよ。魔王頑張ったね。大学のオリエンテーションもあったんだ。今日も好きです、私前好きよ。なんかさ、同時進行に見てるのじわるよね。ポイテのあったんで全部見てる。
そう、昼から配信するのめちゃめちゃ、私待って待って、私さ何時からやってる？みんなこの時間の配信始めてくれてありがとう。じゃあそろそろランキング読んでいこうかな。ファンタスキーをありがとう。なぎの声好きすぎる、なぎの声好きすぎるって言われるのめっちゃ嬉しい。そう、あららまやった、3時半からやって、待って待って待って、え、私さめっちゃやってない嘘でしょ、1時間50分ぐらいやってる。なったん視力いいよ。明日サイン会楽しみにしてるね、ありがとう。ミサ絶対大丈夫よ。ヒータン激思いだったくよりね、ほんとにさ、ちょっと一回話そうみんな、ちょっと私なんかほんとに好きって言われるの好きなんですよね君のカップリングイズ良すぎた、勝ちとのコメントかわいいもうね、エリポンかわいすぎるのよ、ほんとに私の生きがい斉藤なぎさちゃん特殊だからなぎさの声が聞こえない、かわいい。もちろんパフォと正確に眠りました、ありがとう。チェル最高です。え、本当に本当に言っていい、なんかマジでめっちゃファンの方のことが好きすぎて、なんか本当に、なんか本当にずっと見ちゃうし、恋かな、なんかそう、私重たいんだけど許してお願いだし、私重たくされたいの、重たくされたいし、本当にガチ恋してほしいガチ恋じゃなくてもなんか好きでたまらなくなってほしい、渚をどない、ふにゃふにゃしてて可愛かった、今日ふにゃふにゃしてたよね、まさまるそうなんやナタンに対する激おも感じ止まらなくていいよ、かなこちゃん、のんのんちゃん、シュキ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 ピイオリちゃん、そう本当に本当に本当に明日もサイン会あるしね、でも夜も配信できるから楽しみ、寝ても覚めてもなぎちゃんマルド夢中にさせちゃうぞ宇宙一好きで苦しい時あります、嬉しい、ピナミンちゃん、エリアメちゃん、結婚ですね、わかります、イオリ、え、京香ちゃん嬉しいよ、リア子なんで、本当だよ、友達、友達でいられるなら、え、大好き、ちょっと待って、なんかエモくなってきちゃった、友達でいられるならめっちゃ好きなんだけど、友達でいられるなら、これ以上やめて好きでたまらん、私も好き、好きなの、好きなの、好き、好き、好き、なんでこんなに興味ない、ライト級大ヘビー級、大丈夫、メンヘラ彼女になるよって書いてあるけど、私の方がメンヘラ彼女になるよ、激おもでもいい、激おもだよ、友達でいられるならこんなに苦しくはなかった、懐かしい、ヒロポンだ、カンちゃん、カンちゃんだって、なったバロ顔じゃないもん、バロ顔になりたい、あの表のさ一番右になりたいもん、早く会いたいね、友達でいられるならエモすぎん、あ、はるちゃんだよ、今日いっぱいね歌歌ったけど、なん楽しかったですか、みんなプレイリストツイートした、見よう、待って15分になってるやん、もうどんだけ、なぎちゃんやっちゃうよね、本当にめっちゃやっちゃうよね、大好き大きい声、全部受け止める自信あります、本当に、あゆ大好き、どうやったら伝わるんか、伝わってるよ、でもえちゃちゃんだ、なたを押す条件は激もそれな、それでしかない、1から6の数字で好きな数字3つ教えて、135、あ136かな、声出た、やばい勝手に似た者同士だと思ってるよ、私も、あっちゃんの見た、ありがとう、あっちゃん、スクショしよう、これプレイリスト、君、今日やったのは君のカップリングウィズらしくない、サイレントマジョリティ、ノットイコールミー、あらかじめ語れるロマンス、青空が違う片思いファイナリー、めっちゃやってるね私、もうすぐ終わりなの、はるちゃん、じゃあはるちゃんにチョキって言うね、チョキ
楽しかったね。やってんねえってなんやよね。渚って本当に愉快、好きですが、どういうことまや。そう、ランキング読もうって言ってから 5分経ってる。やば。じゃあランキング読みます。今日何がいい、みんななんて言ってほしいか、じゃあ最後ちょっとみんなに募集しよう。何がいい、あとでプラね。結構紙セトリだったね。可愛くて玄関で一人には止まらん。聞きたかったよ。アラロマ聞き流して始めこれなかったから、またいつかね。カプリング歌いたい。ウィズ待って、そのプレイリストは私すぎ。いっぱい歌ってくれてありがとうね。アリタンこそいっぱい褒めてくれてありがとう。なんて言ってほしい、何言われても何がいいかなね。何がいい、みんなのリクエスト、どんなことがいいですか。チョキ。夜見れないかも、だからまた明日サイン会ありがとう。マジでなぎしか簡単、絶対だよ。あすみちゃん完璧グーのね、昨日歌ったんだよね。乃木坂さんのあやれいさん、あやれいさんが流星群、嬉しい、ありがとうございます。昼から楽しかった。イケボで愛してるよ。 OK、 じゃあ女の子にはイケボで愛してるよ。あ、なぎにメロメロもいいね。あー、どうしようかな、どうしようかな。じゃあゆいたんこちゃんにはなぎにメロメロがいいね。じゃあ女の子にはイケボで愛してるよね。男の子には可愛い声で愛してるよっていうね。じゃあいくよ。13位、なぎさだけの夏みたん、愛してるよ。12位、マナト、マナト、マナトは待ってね、マナトは男の子だから、マナトくん愛してるよ。あ、待って、私15位から読んでる。じゃあ13位、ゆさちゃん、ゆさちゃん愛してるよ。イケボなのかなこれ。12位、まこちゃん、まこちゃん愛してるよ。なんかさ恥ずかしいんだけど。ありたん、11位、ありたん、ありたん愛してるよ。恥ずかしい。10位、ひなっち愛してるよ。9位、つくもちゃん愛してるよ。待って、女の子が多いからさ、イケボ、ちょっとイケボなのちまる。8位、ピナミン愛してるよ。7位、ディンちゃん愛してるよ。6位、あ、それ近づけじゃないのか、ナタンのエクボの順にちゃん愛してるよ。5位、アキャリンちゃん、ちょっと待って、これさ見てる人も絶対恥ずかしくなってるはず。アキャリンちゃん愛してるよ。4位、キョウカちゃん愛してるよ。3位、バン愛してるよ。2位、ゆきあなちゃん愛してるよ。1位、滝は困る愛してるよ。駅でニヤニヤしてる。何この子かわいい、何これかわいすぎる、無理、女率のない。好きです、夏しなちゃん、イケボでもかわいい、絶対に有料コンテンツ。好き、教科かわいい、イケボしか勝たん、嘘、ずっとイケボでいい。じゃあさ。頭おかしい、照れてる、ねーたん、ねーたんだって、なーたんかわいい、ありがとう、ありが、イケボ率高い、嬉しいね。チョキ、私もチキ。最近イケナギ配給多め、供給多めで本気でガチ声上げ。ツインテールしてるのに。じゃあまた今日の夜も来てくれるかな。誰な。誰な。今の照れた。え、じゃあさ、やばかった。じゃあさ。胸が苦しい。もし今日からガチ恋始めよう、絶対だよ、もう。ありがとう。イケボすぎて天才、顔とのギャップ。じゃあ俺夜も待ってるから。それはご褒美やし。恥ずかしくなっちゃった。じゃあみんなまたね。待って、もう21分じゃん。じゃあ25分までやるね。結婚しような、なぎおにみつが早く付き合って、リアコとまら。
じゃあさ、やばい、ずっと言っててほしい。じゃあさ、ほんと？じゃあさ。じゃあさ、じゃあさだけ言ってあげるよ。有田、何事？なぎさくん、イケメンすぎてなぎおに惚れました。なぎちゃんは？なぎメロなんだけど。じゃあなぎメロなんだけどのからのなぎおいくね。なぎメロなんだけど。じゃあさ。ガチ恋どころじゃなくなってしまう。あっちゃん、じゃあ捨ててや、あ、じゃあさ捨ててやるよっていうね。いくよ。じゃあさ捨ててやるよ。絶対これ見てる人恥ずかしいって。私何見せられてんのって。イコラブのリアコ枠になっちゃう。イコラブのリアコ枠はイカリングですから。え、でも誰なんだろう、リアコ枠って。でもさ、彼女はさ、リサじゃん。で、瞳も割とリアコ結構多かったりするよね。俺のことだけ好きでいてください。俺のことだけ好きで、あ、ちょっと俺のことだけ好きでいて。じゃあさ、付き合っちゃおうか。あ、付き合おっかね。じゃあさ、付き合おっか。あ、ちょっと噛んだ。じゃあさ、付き合おっか。ギャップがたまらん。ひなたん、なぎメロがナンバーワンでしょ。今の笑い方キモ。なぎおとなぎさと私で三角関係の恋愛したしよ。このまま夜まで続けるのはさすがにやばいわ。頭割れる。うーん、面白。じゃあさ、の沼が一生笑えるんだが。リアコなりました、絶対だよ。みんな約束ね。みんなのツイート見てるよ。見てるよ。そうだよ、なぎさちは見にやけずに見られる人おらんやん。リアコ枠狙いに行ってる。男を好きになるかもしれない母ちゃん。無理。イカリングね。なぎにメロメロ、ゆいたんこちゃん、なぎにメロメロでしょ。依存しちゃう、依存して。じゃあさ、今日も待ってるから。じゃあさ、今日も待ってるから。じゃあさ、本当にやばい、やばい。パン囲いちゃう、まあまあ。なーたん、みんなのこと大好き。からの、じゃあさ、なぎは依存させてくるタイプ。それ待って、もう25分なんだけど。じゃあみんなバイバイ。じゃあまたあの夜やるので。なぎさがナンバーワンでオンリーワンでしょ。シンプルに面白い、やめてよ。おめちゃん、はるちゃん、まおちゃん、きょうかちゃん、ちょむちゃん、ちょむ、いおりちゃん、たけわかまる、ありた、まさ、いちごみるく、ひちゃん、あうらのののちゃん、あゆちゃん、まむちゃん、みずうち、みんなありがとう。お昼から見てくれてありがとうね。私も好き、あいかちゃん、かなこちゃん、ま、なつみちゃん、ぴなみん、ばん、けいそ、やるるる、みんなありがとう。シンプルにナンバーワンでいてね。じゃあバイバイ。じゃあ夜また待ってるよ。待って待ってるよ。